What's up guys? どうもカズナです。今日はですね、練習の風景を少し皆さんにお見せしようかなと思います。キーパートレーニングはもちろんそうなんですけど、キーパー練習だけじゃなくてシュート練、あとはちょっとなんかゲーム形式のね、試合の様子もね、皆さんに少しお見せできたらいいなと思います。キーパーの人だけじゃなくてね、サッカーやってる人全員、アメリカの大学のキーパー練習とか、練習の風景ってね、こんな風なんだっていうのをね、感じてもらえるね、すごいいい動画になってると思うんで、ちょっと練習のね、風景だけになっちゃうんですけど、ぜひお楽しみください。ぜひ僕が止めたね、シュートいいなと思ったら高評価もお願いします。今日はバシバシシュート止めていきます。いきましょう、レッツゴー。Yes, good. Yes, up. Yeah, you're okay. Good job. Yes. Good, Kaz. Yes, Kaz. Yes, Kaz. Give him a second, give him a second. Yes. Good, Kaz.
If you won't, I will. Bro, no. That's being serious. The coach is gonna cry. Holy shit. No, I can't do that to my baby. Brian. Why are you Brian doing? You telling me? Bueno, maricón, rapacho asqueroso, imbécil, perro. Because when they're too low, yes, if you can't see them, they move alone. Right, keep them in your periphery so you can see the ball. He's got two games at DA at Armada. はい、今練習終わって帰ってきました。いや、今日はね、結構シュートも受けたし、練習でのね、シュートの数も多かったんで、結構体に来てますね、やっぱり。結構シュートって意外と、飛ぶのでね、結構体力使うしね、エナジー必要なんでね、体に効きます。まあこの後しっかりね、体のケアして、明日の練習に備えたいと思います。まあ今日みたいな感じでね、練習メニューをね、見せるのも、まあね、結構面白いんじゃないかなと思うんでね、はい、これからもね、いろいろと練習風景をね、撮って、載せていきたいなと思います。ぜひ皆さんね、もっと見たいって方はね、高評価お願いします。そしてチャンネル登録もね、忘れずに、お願いします。という感じで今日はここで終わろうかな。うん、ありがとうございました皆さん、ご視聴、また次の動画でお会いしましょう。 See you guys。